極限脱出アドベンチャー全人志望です。2012年チューンソフト、どうもアラヤンです。さて今回は倒れてたはずのアリスが AB ルームから出てきたところですね。行きましょう。私が医務室にいたままだったらどうするつもりだったの、この卑怯者。卑怯者って裏切りを選んだお前に言われる筋合いはない。大体なんでお前がこんなところにいるんだよ。抗ウイルス薬打ってくれたんでしょ。天明寺さんから聞いたわ。聞き目早えな。ありがとう。その件についてだけは素直にお礼を言っとくわ。でも麻酔薬の効果はまだ。ええ、切れてないみたいね。おかげで頭はガンガンするし、クラクラとめまいもするし、最悪よ。私麻酔薬に対する耐性が人一倍強いの。そういう風に鍛えられてるから。多分ゼロボスはそのこと知ってたのね。ここに拉致されてきた時には普通の人の何倍もの薬が投与されたんだと思うわ。とにかくそんなわけで私は医務室で目覚めたので、天明寺さんから事情を聞いて慌ててここに駆けつけたってわけ。麻酔薬への耐性が人一倍強いって、もし大きな怪我とか手術するときどうするんでしょうね。じゃあ俺たちが AB ルームに入ってからお前は。そう、ギリギリのタイミングで滑り込んだのよ、あの部屋に。確か締め切り時刻の10秒前のことだったわ。わざわざ裏切りを選ぶためにここへ。そうよ、いけない。実際に来て正解だったじゃない。あなたたちの投票先は裏切り。もしも私が医務室に留まったままだったら2点を失ってたことになるんだから。つまり自衛のためだったと。ええ。嘘だ、違うだろう。お前はこのゲームに勝つために裏切りを選んだんだ。お前の BP は6だからな。もしも俺たちが協力を出していたら3点が加算されて9になっていたはず。それが本当の狙いだろう。だとしたら何だっていうの。教えてやろう、立派な殺人未遂だよ。見ろ、俺の BP は1なんだぞ。俺は危うくお前に殺されるところだったんだ。お前は俺を殺して脱出するつもりだった。そうだな。バカなこと言わないでよ。あなたたちが裏切りを選ぶのは分かってたわ。だから嘘をつくな。嘘じゃないわよ。だいたいなんで私ばっかりが責められなきゃいけないわけ。あの結果をよく見なさいよ。殺人未遂を犯した人間なら他に2人もいるじゃない。そりゃそうやな。ファイト、ディオか。そうよ、ディオが協力を選んでいたらファイは天明寺さん、ファイが協力を選んでいたらディオはファイを殺すことになってたはず。こんな言い方をするのもなんですが、相手を出し抜いて脱出しようとした人も2人いますね。四つ葉さんとKさんです。どちらか一方が協力を選んでいたらもう一方の BP は必ず9になっていたはずで。なんてことだ。俺はディスプレイに表示された結果を改めて眺め愕然とした。そこにはずらりと裏切りの文字が並んでいたからだ。信頼関係が崩壊している。みんなそれぞれ疑心暗鬼に陥っているのかもしれなかった。その理由のうちの一つはおそらく例の爆弾か。とにかくこのままじゃまずい。こんなことを続けてたら俺たちは永遠にこの施設から出られないことになる。なんとかしなければ。俺はまぶたを閉じ大きく息を吸い込んでから言った。なあみんな、分かってるとは思うがこのままじゃダメだ。みんなで一丸となって力を合わせていかないと。しかしその言葉に耳を貸すものはなく。すみません、少し考えたいことがあります。一人にさせてください。 K、 俺も行かせてもらうぜ。こういう殺伐とした感じ苦手なんだよ。悪いな。ディオ、それでは私も。ファイもかよ。ああ、すまんな。
言い残してファイが倉庫の出口へと向かう。その時にはすでにケイの姿もディオの姿も消え失せてた。ほらね、これが答えよ。結局みんな自分のことだけしか考えてないの。だから私だけを悪者みたいに言わないでくれる？さあ行くわよ、四つ葉。ちょっと待ってよアリス、体の方は大丈夫なの？本当に心配したんだからね。四つ葉はアリスの体にまとわりつくようにして無邪気にはしゃいでいる。徐々に遠ざかっていく二人の背中、ほどなくその姿は黄色の扉の先へと消えていった。クォークはまだ目覚めてないんでしょうね。みんな行ってしまいましたね。ですね。お前は行かないのか？ええ。俺は裏切りを選んだんだぜ。知っています。でも私はシグマさんのことを信じてますから、きっと手が滑っただけだったんだと思います。そうでしょ？なんだか胸が痛かった。目頭に熱いものがこみ上げてくる。ルナ。俺は小さくつぶやいて唇を噛んだ。重々しい金属音が響いたのはそれから間もなくのことだった。アンビデゲート、なおこれをゲートを無限に開放できる。星のカードキーを使えば何度でも AB ゲームができる。どうやらそういうことみたいですね。ところでシグマさん、バングルを見せてもらえないですか？バングルを？ほら、ゼロウサギは言ってたじゃないですか。バングルは入れ替わるんですよね。 AB ゲートが、それから、ああそうか、俺のバングルは水色のペアだ。ルナは？私は紫色のペアです。他の7人はどう変わってるんだろう。さあ確かめてみないとわからないですね。次の CD 白の第一扉が開放される時間は1時間21分、およそ80分後か。さてとどうするか。みんなバラバラになってしまいましたね。そうだな、体もそれから心も。このままじゃ絶対にまずい。何度 AB ゲームを繰り返したって同じだ。俺たちは永遠にこの施設から出られないことに。何か共通の目的があるといいんですが、そうすれば心を一つにできるような気がします。爆弾の解除やな。共通の目的ってそんなもんすでに存在してるじゃないか。みんなで一緒にここから脱出することだよ。なのに全員が裏切りを。その中にはもちろん俺も含まれてるわけだが。じゃあ敵を見つけるというのはどうでしょう？敵？はい、共通の敵です。例えば2つの爆弾を仕掛けた犯人とか。バイオラボで2つ目の爆弾を発見したことはすでにルナに伝えていた。抗ウイルス薬をアリスとクォークに投与していた時のことだ。なるほど、そいつは明暗かもな。俺たちの中に隠れ潜んでいる犯人、そいつを見つけ出せば他のみんなはおのずと一致団結することに。だがどうやって探せばいいんだ？何か手がかりはないんですか？手がかりね、思い当たらんな。あ、メモリーカード忘れてた。そうだ、あのメモリーカード。俺はポケットの中からそれを抜き出し、ルナの方へと差し出して見せた。何ですかこれ？だからメモリーカードだよ。バイオラボの爆弾の下に落ちてたんだ。多分犯人のものだと思う。犯人の？ああ、だが中に何が記録されているのかわからないんだ。このメモリーカードを差し込めるマシンが見当たらなくてな。そうですか。医務室にあるよ、医務室に。じゃあ手がかりには。待ってください、そういえばこれどこかで見たことが。え？あ、わかりました、医務室です。リオさんとクォーク君と一緒に医務室を探索した時、あの時に
これとそっくり同じ形をしたメモリーカードが。ってことはもしかして。はい、中身を確認することができると思います。あそこにあったモニターにこのメモリーカードを差し込めば。行きましょう行きましょう。俺とルナは医務室に転がり込んだ。そこにはアリス、四つ葉、天明寺の姿があった。もちろん室内にはクォークもいたが、彼は相変わらずベッドの上でまぶたを閉じたままだった。何しに来たの？その言い方にカチンとくる。だが今は争っている場合ではなかった。俺はまず爆弾ゼロ2とメモリーカードのことについてアリスに報告し、続けてその中身を閲覧できるかもしれないという件について3人に伝えた。わかったわ。それじゃあ早速調べてみようよ。シグマ、よろしく頼む。ああ、了解だ。ルナが言った通り、デスクの前の液晶モニターには確かにメモリーカードを差し込むためのスロットがついていた。ルナの指示に従ってそこにカードを挿入すると、間もなく画面を埋め尽くすように不規則なアルファベットの文字列が表示された。なんだこれは。22文字のアルファベットが6行か。1行目、3行目、5行目と2行目、4行目、6行目は全く同じ文字でできてるみたいだけど。つまり1行目と2行目の繰り返しになっているということですね。うん。何かの暗号か。デタラメな文字列とは思えん。おそらくそうじゃろう。他にデータはないみたいです。メモリーカードに保存されてたのはこいつだけってことか。アルファベットの文字列って言われると倉庫の壁の落書きぐらいしか思いつかないんですけどね。なあアリス、さっきからなんで黙ってるんだ？四つ葉、これを見て何か気づいたことはない？気づいたこと？研修の時に見たでしょ、これに似たもの。あ、そっか、これって。やっとわかったみたいね。おい、二人だけで納得しとらんで、わしらにも教えんか。天明寺が語気を強めてアリスに詰め寄る。アリスは深くため息をつき肩を落としていった。これは多分とあるテロ組織の暗号表だと思うわ。おお、なんだテロ組織の暗号表。テロ組織？クレイドールズっていう名前の組織。ディオが所属してる組織の名前ですね。クレイドールズ、どこかで聞いたことがあるような。何なんですかそのクレイドールズって。世界を破滅に導こうとしている不穏な集団よ。そいつらが使っているのがこの暗号表というわけか。もちろんパターンはいくつもあるけど、これはそのうちの一つだと思うの。じゃあ爆弾を仕掛けたのはそのクレイドールズのメンバーってことになりますね。ええ、断言はできないけど、おそらく。質問したいことは山ほどある。だがまずはこれから聞かせてくれ。ここには一体なんて書いてあるんだ？そんなのわからないわよ。わからない？わかるわけないでしょ、解読するためのキーがないんだから。完全にお手上げよ。四つ葉もか？アリスがわからないのに私がわかるわけないじゃん。そうか。仕方がない。それじゃあひとまず暗号表の解読については後に回すとして、二つ目の質問だ。アリス、四つ葉、お前らは一体何者なんだ？どうしてこの暗号表のことを知ってる？それは。そういやお前、前に国家の敵を排除するのが仕事だって言ってたよな。具体的にはどんな仕事なんだよ。そろそろ聞かせてもらえないか？悪いけどそれは言えないわ。なんでだよ。あなたが爆弾を仕掛けた犯人、クレイドールズのメンバーかもしれないからよ。バカな、そんなわけ。そうじゃないっていう保証なんてどこにもないでしょ。敵に情報を与えるわけにはいかないのよ。俺は敵なんかじゃない、お前の味方だ、お前の仲間だ。
お前と一緒にこの施設から脱出したいと思ってるんだよ。だから教えてくれ。一緒に脱出するためには犯人を突き止める必要がある。だがそれをするにはまだまだ情報が足りなさすぎるんだよ。わかった。自分のことを話したくないならクレイドールズのことでもいい。その組織のこともっと詳しく聞かせてくれないか。ごめんなさい。アリスが素早く振り返り部屋を飛び出していく。教えてくれないんですね。おい待てよアリス。俺は一声放ってアリスの後を追いかけた。ビオトープ。いつまでついてくるつもり？お前が知ってることを話してくれるまで。だったら四つ葉に聞けばよかったじゃない。四つ葉に？あの子が私の仲間だってもう気づいてるんでしょ？ああ。だったら。俺はお前の口から聞きたかったんだ。なんでよ。さあなんでだろうな。キャビンとこのビオトープ。俺は二度も続けてお前と探索を共にした。つまり8人の中で一緒に過ごした時間が一番長いのはアリス、お前ってことになる。だからかもしれない。気になるんだよお前のことが。突然何言い出すんでしょうか。何よそれ。アリスの方が赤く染まる。それを隠すようにくるりと振り返り、アリスはボードウォークの先に向かって歩き始めた。やがてたどり着いた場所は池の前。アリスは近くにあったベンチに腰を下ろすと、ぼんやりと池の水面を眺めながら言った。憎んでないの？どうして。私はあなたを殺そうとしたの。さっきの AB ゲームのことか。ええ、怖かったのよ。とても突然こんなところに閉じ込められて、わけのわからないゲームをさせられて。爆弾のことだってそう。あれを見つけた時、冷静に話してたように聞こえたかもしれないけど、本当は怖くて仕方がなかったの。そりゃ誰でもそうでしょう。それに輪をかけるようにあのことが重なって。あのこと？クォークが倒れたって聞いて、みんなで医務室に駆けつけた時のことよ。あの時私、みんなが何を言ってるのかまるでわからなかったの。周りの全ての光景が、なんていうか早送りの映像のように見えて、そのうち自分が誰なのかもわからなくなって。ラジカルシックスの症状ですね。まるで自分が自分じゃないような、そんな感覚にとらわれて。ラジカルシックスのせいか。ええ、多分そうだと思う。その後のことはよく覚えてないけど、とにかく医務室で目覚めた途端、たちまちあの時の恐怖が蘇ってきたの。だから私は一刻も早く脱出したいって、そう思って。どういう感情のこもった表情なんでしょうね。あなたが死ぬかもしれないなんて考えもしなかったわ。あなたが死ぬかどうかなんてどうでもよかったのよ。ほらね、憎いでしょ。殺したくなった？私のこと。何言ってんだよ。殺しなさいよ、さあ。できるわけないだろう。俺は別にお前のことを憎んでなんかいないし。嘘よ、一歩間違えば死ぬところだったのよ。だからもういいって言ってるだろう。その時ふとアリスの瞳から大粒の涙がこぼれた。彼女の褐色の方に幾筋もの冷たい軌跡が流れていく。俺はそこに向かってゆっくりと手を伸ばした。彼女の濡れた方をそっと親指で拭ってやる。どうしてそんな風に優しくしてくれるの。なんだか亡くなった父のことを思い出すの。彼じゃないんですね、父なんですね。お父さんに間違われてる。そういえば追いかけてたって言ってたな。親父さんを殺した犯人たちを。ええ、それって例のテロ組織と関係が。私が泣いたこと四つ葉に黙っててくれる？ふ、なんだよそれ。もしも黙っててくれるなら口止め料として教えてあげるわ。
クレイドールズのことも、それから私自身のことも。わかった。誰にも言わないよ。本当に？本当だ。そう、それじゃあ聞かせてあげるわ。アリスは悲しげな表情を浮かべたまま静かに語り始めた。わあ、これは長い回想シーンのやつですね。私の父はエジプト人。でも母はフランス人なの。二人は母がエジプトに旅行してる間に知り合って結婚。その後、私が3歳になった時、父の仕事の都合で一家揃ってアメリカに移住したの。父はクローン技術の研究をしていて、アメリカの研究所にヘッドハンティングされて転職することになったのよ。もともと父も母も会話は英語混じりだったし、私はまだ小さかったから言葉を覚えるのにも苦労はしなかったわ。そしてアメリカでの生活が6年目に入った頃、ちょうど私が9歳の誕生日を迎えた直後のことだった。目を真っ赤に腫らせた母が突然学校に迎えに来たの。車を走らせてる間、母は何も教えてくれなくて、家に帰るとなぜかそこには何人もの警察官が。いつもなら定時に帰ってくる父はいつまで経っても戻ってこなくて、何か大変なことが起こったっていうのは幼い私にも分かったわ。父の研究所がテロ組織に襲われて父がさらわれたっていうのがきちんと理解できたのはそれから何年も経った後のことだった。父が突然いなくなった後、母は女手一つで私を育ててくれた。親戚も誰もいない土地だから相当苦労してたと思う。いつも疲れた表情をしてる母を見るたびに、事件さえ起こらなければって何度も思ったわ。でも幸い私は人よりも数学が得意だったから、特待生として奨学金をもらって大学を無事に卒業することができたの。そして父を探すために国防総省に就職。入るとすぐにテロリストや危険思想を持つ団体を極秘で捜査する特務機関に配属を希望したの。私の選択について母は賛成してくれなかったけど反対もしなかったわ。そこで働くうちに分かったのが、父をさらったテロ組織クレイドールズのこと。クレイドールズにはクローン技術を使ってクローン人間を作り、構成員として育てているのではないかという疑問が持たれてるの。彼らは構成員とは呼ばずに新人類と表現してるみたいだけど、とにかく父をさらったのはそのためだったと分かったのよ。クレイドールズのリーダーはレフトという男。名前と性別だけは分かっているんだけど、残念ながら容姿や年齢は一切不明なの。このテロ組織の背後にはカルト教団であるフリーザソウルの存在があると目されてるわ。クレイドールズの活動資金はどうやらそこから出ている可能性が高いみたい。ところがブラザーと呼ばれているこの教団の主催が海戦山戦のクセモノで、なかなか尻尾をつかませないのよね。ブラザーはかなりの高齢で、噂によるとすでに自力では立てないのではないかと言われてるんだけど、悔しいことに頭の方は衰えてないみたいで。そうしてクレイドールズの実態がつかめないまま何年かの月日が過ぎていった。そんなある日のこと、ネバダ砂漠に建設されたとある施設にクレイドールズのメンバーが潜伏しているという情報が私のところに飛び込んできたの。私はすぐに捜査のため現場へと向かったわ。だけどそこに向かう途中でエンジントラブルが発生。立ち往生してたところに1台の SUV が通りかかったの。この辺は四つ葉の回想シーンで見た内容ですよね。四つ葉が脱出後の話。ハンドルを握ってたのは誰だと思う？四つ葉だったのよ。それが私と四つ葉が出会ったきっかけ。車内には四つ葉の他にも4人の人間がいて、彼らから話を聞いてみると予想外の答えが返ってきたの。彼らはみんな私が目指していた施設についさっきまで閉じ込められていて、今は彼らをさらってきた犯人たちを追いかけている途中だっていうのよ。私は急遽目的地を変更することにしたわ。彼らの車に乗せてもらって、彼らを拉致した犯人たちを一緒に追跡することにしたの。もしかしたらその犯人たちがクレイドールズのメンバーなのかもしれないって思ったから。でも結局犯人たちを見つけることはできなくて、未だに消息不明のまま足取りをつかむことさえできていないの。その後、私は四つ葉たちを私が所属する特務機関の本部へと連れて行った。本来は警察を通すべきなんだけど、そうするといろいろと面倒なことになるから。そこで事情聴取を行った結果、彼らはネバダの施設に閉じ込めた犯人たちはクレイドールズとは一切関係がないことが分かったの。
その代わり9年前、今からだと10年前のことになるけれど、日本で発生した少年少女たちの拉致監禁事件、その事件にさっき話したフリーザソウルが関与していることが判明して、実は私が乗り込んだ車にはもう一人の人間がいたの。中年の男性、名前は仮に H とでもしておきましょうか。彼はトランクの中で拘束されてたんだけど、話によるとどうやらさっきの少年少女拉致事件の首謀者だったみたいなのよね。で、その H を代表取締役とする製薬会社がフリーザソウルの傘下にあることが判明したの。要するに H はカルト教団フリーザソウルの信者だったってこと。ところで H はなぜ今から10年前に罪もない子供たちを拉致監禁したのか。彼の目的は携帯形成場へのアクセス能力について実験することにあったの。と言っても何が何だかさっぱりわからないと思うんだけど、簡単に言うとその能力っていうのは、目には見えないフィールドを介して意識を共鳴させる不思議な力のこと。テレパシーみたいなものといえばわかりやすいかしら。私が所属する特務機関では以前からこの能力に着目し、捜査のために利用してきたの。だから私はその話を聞いても特に驚くことはなかったわ。ただフリーザソウルの信者がその実験を行っていたという事実についてはさすがに衝撃を受けたけど、だってだとしたら主催であるブラザーも当然その能力について知っていることになるわけで、敵がその力を手に入れたらと思うと、あるいはすでに手に入れてるかもしれないと思うと、戦慄を覚えずにはいられなかったのよ。そしてネバダでの一件があってからしばらく経った頃、今度はクレイドールズに関する別の情報が飛び込んできたの。それはクレイドールズが近々大規模なバイオテロを行うらしいという情報だった。私たちはこれを阻止するために捜査官を増員することにして、ヨツバたちにも声をかけたの。ヨツバは H が画策した実験の被験者、携帯形成場へのアクセス能力の持ち主だったから、その力を借りることにしたのよ。それから数ヶ月間の研修を経て、ヨツバは初めての任務に就くことになったの。クレイドールズのクローン技術研究所への潜入捜査、それが与えられたミッションの内容だった。指揮官はこの私。私は父の消息がわかるかもしれないと思ってその任務にかけてたわ。9歳の時に父がいなくなってからずっとそのために頑張ってきたんだから、絶対に失敗するわけにはいかなかった。でも結果は見事に失敗、罠だったのよ。研究所はダミー施設で、四つ葉はあえなく敵の一味に捕まってしまったの。私はすぐさま現場へと乗り込んでいったわ。けれどその時にはすでに建物の中はもぬけの殻で、ダミー施設とはいえ組織に雇われて研究者のふりをしていた人間もいたはずなんだけど、その彼らもみんな逃げ出してしまった後だったのよ。私は血眼になって四つ葉の姿を探し続けた。すると地下の一室からうめき声が。駆けつけてみるとそこには椅子に縛り付けられた四つ葉の姿があったの。それからもう一人、床の上にも誰かが倒れていて、父だった。父はボロ雑巾のようにその場に転がっていて、すでに冷たくなっていた。体にはいくつもの殴られた形跡が。これは後で分かったことだけど、死因は内臓破裂による失血死。要するに撲殺されたってこと。どうして父はそんなむごたらしい死に方をしなければならなかったのか。理由を知っていたのは四つ葉だった。四つ葉は拘束された直後に覆面をかぶったクレイドールズの一員に会っていて、そいつからこんなことを。もしもこの男のようになりたくなければ、これ以上我々のことには関わるな。そしてそのことを特務機関の人間にも伝えるようにと言われたみたいなの。多分連中は私と父のつながりを知ってたんだと思う。だから父を殺したのよ。父を殺せば私が捜査から手を引くと思ったのね。探している人間がいなくなればもう追いかけては来ないだろうと彼らはそう考えたんだと思う。大間違いだけど、とにかく私は四つ葉を連れてその施設を出たの。彼女を無事に救出できたことだけが唯一の救いだったわ。観察員に呼び出されたのはそれから数時間後のことだった。見てほしいものがあるっていうの。行ってみるとそこは解剖室で、ステンレス製の無機質な台の上には無残に変わり果てた父の姿があった。
思わず目を背けずにはいられなかったけど、観察医に促されるようにして私は父の左腕を見てみたの。するとそこには8桁の数字と9桁の数字が2行に分かれて刻まれていて、その文字の向きからどうやら書いたのは父本人らしいということが分かったの。父は自らの手で針先か何かを使ってそれらの数字を肌に刻み込んでいたのよ。それからもう一つ、胸元にも同じように彫り込まれたいくつかの文字が、それは数字ではなくアルファベットで構成された短い文章だった。そこにはこう刻まれていたの。アリス、愛してる。私はその場に泣き崩れた。拭っても拭っても涙が止まらなかった。許せなかった。父をこんな目に遭わせた犯人たちを、私から全ての幸せを奪っていった連中のことを、必ず復讐してやる。その時私は胸に誓ったの。絶対に父の敵を取るって。一方、8桁と9桁の数字の方は解析の結果、経度と緯度を表していることが判明したの。要するに地図の座標を示してたってこと。そこにあったのは廃墟と化した化学工場。さらに調査を進めてみると、そここそが私たちが目指すべき本丸、クレイドールズのアジトであることが分かったの。父は多分いずれこうなるであろうことを予感してたんだと思うわ。だから体に刻み込む形で敵の本拠地の情報を伝えてくれたのよ。その思いを裏切るわけにはいかなかった。次こそは必ず作戦を成功させなければ。そう思った。部下である四葉を危険な目に遭わせてしまったという前回の過ちもあったし、だから私たちは入念な情報収集と作戦会議を繰り返し、そして2028年12月25日、今年のクリスマスにクレイドールズのアジトへと踏み込むことが決まったの。なのに、その強制捜査を3日後に控えた12月22日、私と四葉が作戦の最終確認をしていたところ、突如ガスマスクをかぶった何者かに襲われて。長かったね、回想シーンは相変わらず長いで、白い煙を吸い込んで意識を失い、気がついたら AB ルームの中だったってわけか。ええ、これがクレイドールズと私に関することの全てよ。もちろん細かい部分については端折ってるけど、大体の概要は分かったでしょ。ああ、ありがとう。俺が礼を言うと、アリスは悲しげに口元を緩めてベンチから腰を上げた。さあ、戻りましょう。いや、まだだ。話は分かったが、まだ肝心の答えが出てない。答え？誰がクレイドールズのメンバーなのか、その問いに対する答えだよ。爆弾を仕掛けた犯人は俺たちの中に隠れ潜んでいる。そいつがクレイドールズのメンバーであることは組織の暗号表を所持していたことから明らかだ。だろ？ええ、そうね。だったらそいつが誰なのかを突き止めないと。突き止めるって言ってもどうやって？クレイドールズのメンバーはディオだってことはディオエンドで見て知ってるはずなんですけどね。それを聞きたいんだよ。何か思い当たることはないのか？思い当たること？思い当たることね。あの暗号表を解読できればもしかしたら何かわかるかもしれないけど。どうすれば解読できる？だから言ったでしょ、そのためにはキーが必要なのよ。それがわからないことにはどうにも。キーってなんだ？キーはキーよ、解読するための鍵のこと。クレイドールズはその鍵として長い桁数の数字を使っていて。待て、長い桁数の数字？それってもしかしてディオエンドで聞きましたよね、数字。よく覚えてんな、シグマ、すげえ。781536108838094119050551。何なのよその数字は。お、トロフィーを獲得しました。長い桁数の数字とはここ6だったのかね、もしかしてね。
ロックですね。ロックナンバー5突破したぞ。ディオエンドを見てるから突破できたっぽい。自分でもよくわからなかった。どうしてそんな数字が突如口をついて溢れたのか。むしろ答えを教えてくれとでも言わんばかりに、俺はアリスのことをじっと見つめた。するとアリスもまた俺のことをまっすぐ見つめ返し、ん？待って、今の数字もう一回言ってもらえる？781536188309424199055051だ。それって19844935151を参上した数じゃん。数学が得意すぎるアリス。え？だから今シグマが言った25桁の数、それを素因数分解すると19844935151の参上になるのよ。素因数分解って確か整数を素数の掛け算で表すもののことだったよな。例えば30だったら 2×3×5 みたいな感じで。そうよ、中学校で習ったでしょ。ってことは19844935151というのは素数で、それを3回掛けたものがこの数字になるっていうのか。ええ、まさかとは思うが、暗算で導き出したわけじゃないよな。いいえ、暗算よ。得意すぎる。頭の中で計算したの。バカな、そんなことできるわけがない。言ったでしょ、数学は人よりも得意だって。得意とか得意じゃないとかそういうレベルじゃないだろう。そういうあなただってたった今膨大な桁数の数字をスラスラと暗唱したじゃん。私に言わせればそっちの記憶力の方が驚異的だわ。お互い様ですけどね。ところで今の25桁の数字どこで知ったの？それはどこでと問われても答えようがなかった。ただ不意にその数字が脳裏によみがえってきたとしか言いようがなく。そう、言えないのね。分かったわ。でもとにかく今の数字が例の暗号表を解読するためのキーになっていることは間違いないと思う。クレイドールズが素数をかけたものをキーとして使ってるってことは分かってるから。デタラメな25桁の数字、その三乗根が偶然素数になる確率なんて限りなくゼロに近いし。ってことは25桁の数字は何者かの手によって作為的に生成された可能性が高いってことになるわ。ということはその参上する前の素数がヒントになってるってことかい？素数って言われると女子を思い出すよね。素数を数えるんだ。もうちょっと分かりやすい言葉で言ってくれないか。だから要するに25桁の数字を素因数分解したもの19844935151の参上が暗号を解くためのヒントになってるってこと。まだわからない？さっき医務室で見た暗号表思い出してみて。モニターにはなんて出力されてた？確か1行目には CQUJHNMTEONERAXDFMIOVP と、2行目は BYOLWXYPXSVZEQGTKRTLED だったと思う。3行目以降はその繰り返しだ。この記憶力はとんでもないですけどね。それにしてもやっぱりすごい記憶力ね、あなた。私たちの組織に欲しいぐらいだな。いいから続きを教えてくれ。どうやったら解読できる？今の文字列にさっきの素数19844935151を当てはめてみるのよ。当てはめるってどうやって？左上から順番に1文字目のアルファベット、9文字目のアルファベット、8文字目のアルファベット、なるほどね、といった感じで文字を拾い読みしていけばいい。そうすれば多分解けると思うわ。俺は頭の中で繰り返した。アリスの言った素数は19844935151。その数列の通りに暗号表の文字を拾い読みしていくとどうなるか。まず一文字目は左上の C だ。次にそこから9個分焦点を右に移動するとそこにある文字は O だとわかる。続けてさらに8文字分右へ。そうして順番に文字をピックアップしていくと一つの単語が浮かび上がってきた。その単語とは、お、自分で解くのか。6回連続で解読に失敗すると入力画面を抜けます。なお入力時は暗号文は表示されないため今ここで解読しておくことをお勧めします。
キーナンバーは 19844935 です。ちょっと待てよ、1番目が C でしょ、そこから 1,2,3,4,5,6,7,8,9 9個いって O でしょ、で8個右に行く 1,2,3,4,5,6,1,8M、 それから4つ右に行って P、 さらに4つ右に行って L、 そこから3つ右で Y、 あ違う、9つですね、 1,2,3,4,5,E、 そこから3つ右に行って T、 それから5つ右に行って E、 最後に1つ行って D、コンプリーティットかな。さあ行こうぜ、多分間違いないでしょ、単語になってもんね、COMPLETED、 どう、 OK、 暗号解読成功、わかったぞ、コンプリーティット、それが答えだ。コンプリートって？それって確かなの？ああ、間違いない。お前が言った通りに文字を拾っていくとコンプリーティッドになる。いや、正確に言うとコンプリーティッド、コンプリーティッド、コンプリーティッドだ。キーは 19844935 の3乗だったから、3行目と4行目および5行目と 6行目についても同じように解いていけば、英文はコンプリーティッドの繰り返しだとわかる。私は暗号表の文字列を正確に記憶しているわけじゃないから何とも言えないんだけど、あなたがそこまで強く言うなら多分そうなの。多分じゃなくて絶対だ。分かったわよ。でもコンプリティッドって何かしら。達成した、成功した、任務完了って意味だろ。それを報告するためにやつはあの通信機で。やつ？やつって誰よ？通信機って何？アリスの問いかけは耳に届かなかった。その言葉を漏らした途端、たちまち記憶が蘇ってきたからだ。それは怒涛のごとく押し寄せてきて、俺の頭の中で一気に弾けた。未来の記憶を思い出したぞ。ディオのことを思い出したのか？ついに思い出したね、ディオがクレイドールズのメンバーだってことを。それはあなたのご加護があったからこそ、心から感謝いたします。クソ、どうして今まで気づかなかったんだ。25桁の数字を思い出しておきながらなぜ。そうだそうだよ、ディオこそがクレイドールズのメンバーだったんだ。しかも奴はそれらを統括するリーダーでもあり、すると当然爆弾を仕掛けたのもあいつということに。ねえ、ちょっと聞いてる？ああ。だったら質問に答えなさいよ。奴って一体誰なの？通信機っていうのは何？うまく説明できる自信がなかった。仮に話したところで信じてもらえるかどうか。そもそも俺自身、ついさっき蘇ってきた記憶が何なのかわからないのだから。まさかあなたがクレイドールズの一員だなんて言わないわよね。だとしたらこんな間抜けな形で自分の正体をバラすわけないだろう。まあ確かにそれもそうね。するとそこに、四つ葉、何かあったのか。こんなところにいたんだ、探したんだからね。探した？今みんな B 階の倉庫に集まってて、みんなっていうかルナとクォーク以外だけど。どうして？次の CD 白の第一扉が開くまであと45分もあるぞ。知ってる。そうか、知ってるのか。ってあれ、待てよ、お前と K とクォークの3人は白の扉のことを知らないはずじゃ。医務室で天明寺さんから聞いたの。それで
どこにあるか教えてくれるって言うから、天明寺さんに連れられて B 界の倉庫へ。クォークのことはルナに任せることにしたのね。うん、そう。そしたらそこにファイとケイとディオもいて。で？いきなりファイと天明寺さんとディオの3人が喧嘩を始めちゃったんだよ。喧嘩してんのか。喧嘩を。なんでまた。原因は何？四つ葉の話によると、きっかけはさっきの AP ゲームにあったらしい。天明寺の BP が1であるにもかかわらず、ファイは裏切りを選んだ。そのことに端を発して2人は言い争いを。やがてそれは同じく裏切りを選んだディオにも飛び火して。でもそれってなんかおかしくない？ファイだって BP は1だったんだから正当防衛だと思うけど。ああもういいから、とにかく来てよ。今は K が必死になって仲裁に入ってるけど、一人で3人を抑えるには限界が。そりゃそうだ。わかった、行こう。アリス。ええ、了解よ。さあ、てことで B 界の倉庫にやってきたんですけども、3人が喧嘩してるんですよね。それを止めに来たわけだが、止められるんでしょうか。なんて言ったってファイはすごい身体能力持ってますからね。はい、今回はアリスの長い回想シーンを経て、やっとアリスがどういった組織に所属してて、どうしてお父さんの仇を探してるのか分かりましたね。クレイドールズに恨みを持ってるって感じかな。で、そのクレイドールズのメンバーはディオなわけだけども、やっとディオエンドのことをシグマが思い出してくれて、暗号を解読しましたね。あの暗号、コンプリティッド ×3 っていうのは多分爆弾を解除するためのキーコードなのかな。それで合ってるんでしょうかね。爆弾と一緒に見つかったメモリーカードの中にあったから、多分それを入れるんだろうけど、まだ専用の端末が手に入ってないから爆弾が解除できないっていう感じでしょうかね。さあ、この後ディオがクレイドールズのメンバーだってことをどうやってみんなに伝えるのか、非常に楽しみなんですけども、続きは次回やっていきたいと思います。じゃあ今回はこの辺で。この動画を面白いと思っていただけたら、チャンネル登録と高評価ボタンを押していってください。また皆様からのコメントが励みになります。ぜひよろしくお願いします。ではでは、お疲れ様でした。